なんかよくわかんねえとこに来た。休憩室は建物の中央に位置しており、倉庫で働いていた人々が食事をするのに使われていた。通信センター。これは研究室で続いている。へえ。休憩室。音がしねえ。仕事しろ。まあでも緊張感あっていいか。パラシュート。丁寧に戻してやんな。椅子が倒れてんだけどな。関係ねえな。電話。メッセージなし。通信センター。あれ？誰だお前は？スティーブ・ナイト。デコ撃たれた。電話。メッセージなし。テレビ。テレビたくさん。また死んでる。セルゲイ。アイスピック。銃じゃねえのか。これは？あ、サイコトロン。あった。終わり。プログラムコードの入力について。5桁、3桁、6桁、4桁。え、探すか。ねえな。え、なんだ？精神的衝撃を与えた出来事のサイキックビジョンを作り出す。少人数のグループをマインドコントロールすることができる。え、知らねえんだけど。知らないよ。え、無理じゃない？動画見直しましてね。多分これだろう。ね。5桁。81568。よし。6桁。2217。どう？しょぼ！え、なんて？あ。あ、サイキックビジョンを利用。へえ。何があったか見れるってこと？いえ、私が探しに行きます。待っててください。明日、何をされようと各課のご自由です。しかし、マスコミに嗅ぎつけられたら、大変な騒ぎになることは避けられないでしょう。なるほどね。サイコメトリーみてえな。はい、集団催眠モードに設定を変えました。どうなるかわかりません。このレベルではテストしたことがないんです。通信室。スティーブ？
さあ、あなたの目的は分かっています。ニュースにもなっていますからね。自白のためだとおっしゃったのに、なぜあんなことを起こす必要があるのか理解できません。そんな、待ってください。私は別に何も。やめろ、待ってくれ。おう。はい、閣下、準備は整っており、自白は成功するでしょう。本計画のコードネームはカリスマです。カリスマ CIA 流にコードネームを。研究室。あなたは英雄になりたいだけだ。良いことをするのだと言ったじゃないか。なのに新たな共産主義を求めるとは、そんなもの人々のためにならん。おい、なぜ壊すんだ。私のライフワークだぞ。待ってくれ。私に何をしようというんだ。やめてくれ、やめろ。おい、フィル、一体全体ここで何が始まるのかね。電話の相手誰かわかるか。とんでもない人物の声に聞こえたぜ。黙ってるよ、ビニー。知りたくもないね。いいか、さっさと仕事を片付けて早くここからずらがるぜ。ああ、それが一番だな。なあ、フィル、なんで俺たちこんなことやってんのかね。わからねえな、ビニー。ほれ、早くしろよ。何の掃除してんだよ。死体思いっきり転がってたのにな。お、邪魔をしてすまない。いえいえ。大統領が一時的に選挙活動を中止し、コミュニストの台頭を阻止するためロシアを訪問すると発表した。これがうまくいけば大統領の再選は確実だ。マスコミはこぞって騒ぎ立てることだろう。結果を報告してもらいたい。今すぐだ。お、はい。サイコトロン強奪計画の首謀者は誰だ。おうほうほう。大統領。マフィアはなぜ関わった。サイコトロンを食らった。え？なぜセルゲイは飛行機事故で死ななかったか。セルゲイ、あ、そうだよな。パラシュートはスティーブだよな。頑丈だった。墜落しなかった。途中で降りた。なぜサイコトロンは破壊されたのか。これか。大統領は次に何をするか。わかった。はいはいはい。全く何という話だ。マスコミに真相を発表するまでは彼に英雄のふりをさせてやることにしよう。リチャードがこんな危険を犯していたとは信じられん。しかも CIA の人間を何人も殺した黒幕だったとは、なんとやりきれん。とにかく本当にご苦労だった。一休みしてくれたまえ。はい。また連絡する。おい、俺の政治生命を断つつもりだったのか。そうは簡単にはいかねえだろう。お前なんか人間のクズだ。俺をお前たちと一緒にクズにするな。いいか、せいぜいドライブでも楽しめ。連れて行け。さすがや。くらえ。さあ大統領、我々の車で議事堂まで送りますよ。おい、それは俺のマシンだ。待て、副大統領にしてやるから。
終わった。いや、よかったな。いやー、300円の価値はあったね。面白かった。ゲーム的に面白いかどうかはね、別ですが。ありがとうございました。